はい、どうもラルございます。ということで今回もにゃんこ大戦争、今回はスマホ版の方やっていきたいと思います。ということで、体調不良から少し回復はしたんですけども、ちょっとね、喉の調子が悪いんですけれども、まあ頑張っていきたいと思います。ということで今回なんですけれども、今ですね、どれだ、これだ、ヒュージゴマ教習の方ね、やってるわけなんですけども、ちょっとね後半からね、ちょっとあんまりね猛スピードっていうか、もうゆったりね今やってるわけなんですけれども、今ねレベル、56まで来てるんですけど、なかなか一筋縄じゃいかないなっていうところもあるんですけれども、これちょっとね、やっていくとね結構マタタビがゲットできるんですけれども、ちょっとねゲットしてね、また旅の方がすぐパンパンになってしまうっていうこともありまして、ちょっとこれをなんとかしないとね、ヒュージゴマがいけないので、今回はちょっとこちらのね、貯蔵庫の方をちょっとね、まあ、進化させながら、また旅を使ってちょっと減らしていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。まあこれができないとちょっとねヒュージゴマが進めないんで、やっていきたいと思います。ということで、まあ、今回あんまり進化できるキャラクターがいないんで、まあ多分ね何体だろう、まあとりあえずそうだね、そんなに多分ね、4体は多分難しいかなと思うんで、ちょっとこの中からちょっとねさせたいキャラクターをもう優先的にさせていきたいと思います。どうしようかな、特に何も決めてなかったさせたいキャラクターを決めるのはいいんだけれども、でもまだまだ結構いるんだよね。じゃあちょっと今回ピーチスターでも進化させましょうかね、せっかくだったらね。ピーチスター、あーでもちょっと待ってよ、一旦待とう。闇がめちゃめちゃあるんだよ今、闇のマタタビは25個あるんで、先にこれを優先的に使えるキャラクターの方がいいかもしれないな。ちょっと待ってよ。申し訳ない。闇が4つか。できればもっと使えるキャラクターがあれば、あ、いた、今川だ。こいつだ。これがベストっぽいな。じゃあ、ということで、今川ちょっとまず1体目いきたいと思います。いきます。はい。ということで、とりあえずちょっとね、本当に闇のがちょっとね、さすがにここまではいらないんで、まあ、できるだけちょっとね、優先的に闇がなんとかなればっていうことで、終わりです。はい。臨家の武神、今川今川義元ということで。いや、本当にね、マジでね、もう本当辛い。マジで病弱すぎて辛いところもあるんですけれどもね。まあ、とりあえずまず1体目、今川義元でございました。じゃあもう1体どうしようかな。せっかくなんで、ウィンディも使ってかもう進化させましょうかね。はい。残り、これでなんか終わりっぽい気がするんだけど。じゃあ行きます。はい。もう結局桃太郎がまたまた先になるっていうねまあまあまあしょうがないということで、結構ギャル付けもね、結構第3形態かね、増えてきてるんで、まあ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 いい感じじゃないかなと思うんですけど、もうこれいないよね、さすがに進化できるキャラクター。これでもいれば進化させてもいいんですけどもね。あ、いる。キャットがいける。キャットいっちゃうかな、せっかくだからね、他のキャラクターがいなければ。じゃあ、キャットさせましょうか。せっかくなんでね。どこ行った？はい。じゃあ、次3体目いきます。ブラックキャットいきます。はい。おー、よかった。なんか今回2体だけで終わりかななんて思ったんですけどもね。はい。ということで、第3形態になりましたと。グレーフォックスということで、まあ、第3形態だと終わりと。なんか最近ね、ハガレンめっちゃハマっててね、アニメですごい見てるんですけども、なんかそのね、衣装に近いような、まあ、多分マンドが多分それっぽく見えるだけだと思うんですけどもね、すごく今ね、クソハマってます。もうなんか暇さえればずっと見てるって感じなんですけれども、これでとりあえず3体目で終わりかな。4体目多分いけないと思うんだよな。多分素材がね、ないと思うんですよね。ああ良いではないか。ああ、はい。そんな感じで。あ、この辺進化できる。この辺進化できるんで、じゃあ最後ちょっとオルトス CC いきますか。このカラーなんだっけ。まあいいや。こちらの方ちょっとさせたいきますか。最後いきます。はい。よし、これで4台できた。やったよーし。はい、ということで、4体目はこちらでございました。めちゃめちゃもうね、なんでこのタイミングで進化させるかわからないキャラクターの方を進化させましたが、これでなんとか無事4体すべて終わりましたね。そんな形、多分貯蔵庫の方もまたすっからかになったかななんて思うんですけれども、まあまたね、地道に貯めていければななんて思うんですけれども、とりあえずそうですね、まさかちょっとね、先にこっちの方がパンパンになるとは思わなかったんで、ちょっとスイッチ版の方もね、急いでちょっとまた旅の方集めておきたいななんて思うんですけれども、まあまた引き続きね、なんだっけ、さっきのヒュージゴマの方も進めていって、ちょっとね、ワンチャンいけるんじゃないかななんて思ってるんですけどもね、まあそれもちょっと頑張りつつ、もしね、クリアできたら報告
したいと思うんでよろしくお願いします。また引き続きね、とりあえず、まず体調をなんとかね、まあ、直すのが第一優先なんですけども、まあね、そうも、言ってられないんで、まあ、とりあえずね、進めながら、なんとかね、容量っていうかなんつうんだ、まあ、休めながらやっていきたいと思うんで、よければね見ていただければななんて思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また復活したら頑張っていきたいと思うんでよろしくお願いします。ということで次回の動画でお会いしましょう。またね。これさ、マスクだからちょっと若干こもってるよね。まあいいや。